さ。いいよ。オッケーオッケーオッケー、来た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 。セーダース防御、なんか何気にちょっと苦戦したわ。おお、アンジール。久しぶりだな。なんだよ、あんなのにやられるなんてさ。ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー？ラザードだ。え、ラザード？あ、なるほど。だからなんかあんなスーツ着てたんだ。へえ。じゃあジュノンからホランダーを連れ出したのはあんた？なんであんなことを？復讐のためにはホランダーの力が必要だった。仲間を間違えたよな、あんた。まったくだ。まさかアンジルの細胞をコピーされるとはな。喜べ、プロジェクト G 直系だ。不思議な感覚なんだ。ん？私の人生を支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは君たちを助けたい、ジェネシスを救いたい。いや、もっと大きな気持ちだ。そう、私は世界を救いたい。不思議でも何でもない。それがアンジールなんだから。ジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ。いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ。アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな、統括。統括か。なあ、ザックス、夢は何だ。ああ、そうだな、英雄になることだな。叶いそうにないいい夢だ。何言ってるんだよ、力を貸してくれよ、アンジールと一緒にさ。みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さて、ザックス、ジェネシスの居場所は？は？なるほどな。ああ、もう統括、もう味方じゃん、完全に。敵かと思ってたよ。これで、まあ、ニブルヘイム編がようやく終わったって感じか、ニブルヘイムゴンガガ編が終わりって感じですかね。まさか見た目アンジールになってるとは思わなかったよ。すごいな、統括。いやー、でも結局復讐って何なんだろうね。恨みを抱いていたっていうのは。俺たちは英雄だ。そう、英雄ってね、自分でなりたくてなるもんじゃないんだよな。人から認められるものだからね。だからもうセフィロスも人から勝手に認められて、セフィロス不本意だけど英雄になっていたと。バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた？バノーラの土壌に原因があるらしい。ああ、そうなんだ。
バカ村ってことだね。ジェニスはいつもバカリンゴを持ち歩いていた。もっと早く気づけばよかった。確かに、まあちょこちょこ村に帰ってないとあのリンゴは手に入らないってことだもんな。随分変わったもんだ。そうだよな、空爆されたもんな。あ、なんかライフストリーム見えてるわ。そうだよな、地面割るとライフストリームが見えるもんな。それ飛べていいな、それ。あ、でもなんかフラフラしてる。大丈夫か、トーカス。クラウドを頼んでいいか。ああ、なんか頼めそうにない感じだけど。大丈夫、トーカス。なんだ、あ、ライフストリームが溢れ出てるんじゃないのか、あれは。アンジールとかいんのかね。結局まだアンジールには会えないまま終わってしまうんだろうか。クラウドのことなら任せなさい。必ず私が守り抜く。頼むぞ、トーカス。まさかこんながっつりと仲間になるなんて思わなかったからちょっと感動だよ、統括。よかったよかった。結局復讐が何なのかは分からずじまいだけど、いずれ分かってほしいね。バノラ村跡。はいはいはい。アンジールんちとかどこにあるんだろうな。どういう感じになってるのか。ここを降りると戻れそうにないな。へえ、マジで。そう言われるとさ、そう言われるとなんかちょっとこう探りたくなるよ。大丈夫かな。うん、なんか特になさそうだから降りてもいいっぽいけどな。何もなかったし。いや大丈夫だと思うけど。まあまあまあ、セーブはしてあるけど。行っちゃいましょう。統括に話しかける最後のチャンスみたいな、そんな感じだったのかな。わかんないけど。こんなのあったっけ。確かになかったよ。来た時どこへ続いているんだ。空爆したことによってあらわになったって感じなのかな。なんだ、また作業場的な本があるよ。バノーラホワイトジュース全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。すごいね。めっちゃトロフィーあんじゃん。すげえよ。このジュースを考えたのはバノジェネシス少年。あ、そうなの。しかも少年時代に考えたものが。すげえ、すげえよな本当に。ジェネシス少年のコメントとても嬉しいです。いや、っぽくないな。ジェネシスっぽくないこと言ってる。もっとなんかこう甘美の感覚に満たされたなんちゃらかんちゃら。でもジュースだけではなくそのまま食べても美味しい。あ、ぽくない、ぽくないよ。まだちょっと純粋なままのラブレスに出会う前のジェネシスだったのかな、これは。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。もうなんていい少年なんだ。なんて純粋ないい少年なんだよ。僕と同年代でも活躍しているセフィロスに僕の成果を見せたいからです。ああ、同い年なんだね、セフィロスとジェネシスは。おお、なになに？ジェネシス。俺にできることはあるのか？なんかまたこういう少年時代の本当に純粋なね、ジェネシスを目の当たりにするとなんか助けてやりたいというか、なんとかしてやりたいっていうのは思っちゃうよね。審判の淵？なになに？すごい、またなんかジェネシスっぽいエリアに着くよ。なんだここは。あ、工場地下。審判の淵？なにここ、なんだここ。なんか大空洞っぽくない？ FF7 のラストダンジョン、大空洞感がすごいある。なにここ、なにここ。ライトマテリアって、なにこれ。ライトマテリア、うん、なんだライトマテリア。整頓しよう。あった。女神のマテリアの一つ。ん？つけられるわけじゃないんだろう？つけられるわけじゃないよな。なんだこれ。ただのキーアイテムってことか。大事なものってこと？なんかすごいダンジョンだな。なんだ、どこ行けばいいんだ。とりあえずセーブする？セーブ入れる？
どこに行けばいいんだろう。なんかどこ行っていいか分かんねえな。これ3カ所行けるところがあるのか。ラブレス序章、何これ。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、なんて読むんだっけこれ。せっかくガクトっぽく読みたかったのに全然ガクトに慣れてねえけど。なんとかキソラより女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。なんでここにラブレスが刻まれているの。何ここ。わあ、何、おお、あ、出た。なんだっけ、グリーンゴリンだっけ、グランガランだ。グランガラン、ここに出てくるんだ。へー、しかもなんか戦闘 BGM が変わった。しかも強い、こいつ硬い、硬いぞ。後ろから後ろから、やべ、裏取れねえわ。へー、あー、倒した。強くなってんな敵。あ、こっちに行ける。おお、あるある、グランドマテリア、これもあれか、多分大事なもの的な感じでしょ。あるある、女神のマテリアの一つ。何個あるんだ。5個ぐらいで済んでほしいんだけどな。しかもなんか曲も戦闘曲も変わった。なんかもうラストダンジョン的な感じのが、ここもしかして。そんな感じがちょっとするけど。ああ、やったやった。これをまた女神のマテリアってこと？ヘブンマテリア。ヘブン状態。これを集めてどっかに捧げる的な感じなのかな？こっちか？なんだこれ？審判。方向の牙。ああ、いたいたいた。なんか急にエリア名がね、やっぱラブレスもあるし、ジネシスっぽくなったよ。なんだここ、村の地下にこんなとこあったの。何ここ、何ここ。なんだ。あ、でもセーブポイントがある。わあ、出た、びっくりした。いや、もう戦闘 BGM がすげえかっこよくなってるじゃん。何急に。サンタが避ける、オッケー。ファイガーは避けたい。おい、で俺もファイガーを打つ。でクラウドが揃わない。おーい、でそしてレベル、あ、なんか久しぶりにレベル上がった気がするよ。これがソルジャーなのか。そうなのよ、ソルジャーなの。これがクラウド、もう多分起きないんだろうな。原作通りだったらもうこのままクラウドはエンディングまでずっと起きないっていう感じはありますけれども。あ、なるほど、これね。なんかこんな、なんでこんなセーブポイントがある、ありすごいあるよね。こっちも行けちゃう。あ、でもなんか今宝箱もあった。ん、何何、もう分からん。なんだこれは、急に。こんだけ骨太ダンジョンってことはやっぱね、なんかちょっとアルティミシア城っぽくもあるし、この唐突さっていうのがね。あ、あるある、ラブレス2章。捕虜は脱走に成功するも瀕死の重傷を負う。しかし彼は一命を取り留める。彼を救ったのは敵国の女であった。彼は身分を偽り、女と共に隠遁生活を送る。その暮らしは幸福で永遠に続くと思われた。しかし幸福であればあるほど友との約束が彼を苦しめる。ダメだ、噛んでしまってはもうガクトになれねえわ。俺は影が必要なのか。あー、なるほどね。でもこれまっすぐ行ったらまたアクティビティンコンバットモード来るよな。あ、なんかある、なんかある。あー、はい、よかったよかった。ここ開けられるんだな。こういうのあるんだやっぱり。これであれか、なんか最後のなんちゃらマテリアが来るんじゃないの。あ、違うわ、エクスポーションだわ。なんだろう、どこ行っていいんだろう。お、ブンドル来た、マジか。これちょっともうアスピガイちょっと一瞬外しちゃって、ブンドル、あ、戦いながらアイテムを盗む。ブンドル来た。これ行こう、これ行こう、これ行こう。いいもん拾っちまったぜ。
これで鍵手に入れたらこの審判の縁に来いみたいな、違う方向の牙か。でどこ行けばいいんだこれ。この下行ってまっすぐ行ってみる。あったあった、宝箱あった。ここで手に入る宝箱は多分そのなんちゃらマテリア、女神のマテリアでしょ。ほらほら、スターマテリア強そうだけどね。あ、こっちか。こっちでいいのかな。ん？識別の扉、決別の扉かな、わかんないけど。難しい感じが、読みづらい感じがどんどん湧いてくるわ。で、あ、またラブレスが。わ、ここは何ここ。え、あ、ラブレス参照。戦乱激化し世界は破滅へ突き進む。捕虜は恋人との幸福な暮らしを捨て旅立つことを決意する。女神の贈り物が至福へ導くことを願い、友との約束を果たすために。しかし二人は約束などなくても再び巡り合えると信じ合っていた。なんかザックスにも当てはまるみたいな、そんな感じのストーリーになってるのかもしれないな。おお、やっぱ曲がかっこいいよこれ、戦闘 BGM が。うーわ、またボムの最終段階みたいな。グレネード来たよ。うい、まあでも弱い。牛背後から攻撃すればね、なんてことはね。すごい、なんかセーブポイントもめちゃくちゃあるしね。なんでこんなあるんだろう。1エリアに絶対1個あるって感じだな。決別の扉、これが決別の扉。終焉の光だって。でもいけないわ、またなんか解除しなきゃいけないのか、なんか。何ここ、何マジですごいね。なんだここは。エレベーターは来ていない。じゃあこのマップの下のこれってこと。こっちか。あるある、ラブレスもあるぞ。深淵の謎、女神の贈り物を探し求める3人の男。しかし戦が彼らを引き裂いた。一人は英雄、一人は放浪、残りの一人は捕虜となる。それでもなお3人の心は結ばれていた。再び共に謎を解くという約束で。なんかジェネシスがたびたび言っていたラブレスの感じじゃないね、これね。忘却の湖。ジェネシスが言ってるのとちょっとだけ違う。これが真のラブレスって感じなのかな。なんかよくわからんが、とりあえず行くぞ。うわ、またなんか広いな。ただのセーブポイントの奥の方に行けばいいって感じか。ああ、でもこういうとこにもいろいろあるよ。ああ、そうかそうか。こういうの取んなきゃいけないから、調べる。なんだ？うおぉ！なんだ、敵湧くの調べなきゃよかったな。しかもなんか強い。G ・ルチフェロ。あ、しかもなんか強い！我慢状態だ！やばい、危ない。ナイスセフィロス助けてくれたわ。あー、チョコモード来たよ。ケットシートかなんかいろいろ。チョコボかいまあいいけどいいけど、チョコボでも。チョコボキック強いからさ、これ。でれれれてってってんと、いけ。ベーン、ほら、めっちゃ強い。あ、これでも死なない。ダイビングボム。おお、やばい、強い。ファイガーだ、ファイガー。あ、そうか、ブンドルあるんだから、ブンドってもいいよな。よし、これで。いやー、ちょっと待って、こいつ我慢状態だから遠くからの方がいいな。こいつ強くないか、めちゃくちゃ強いぞこいつ。ちょっと待って、よしよし、我慢状態ってことはな、のけぞいてもくんねえし、やっぱ遠くからファイガーとかで。オッケー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 。あ、倒したけど一応これはあるんだ。揃っちゃったら、あー、揃っちゃう倒したのに倒したのに、もう。ああ、揃えちゃったまあまあ、でもね、ブレーク状態にもなるし。
しょ。オッケー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 。これはまあいいでしょ。こいつでもこんだけ強かったからなんか意味あると思うんだけどな、こいつを倒すっていうこと。意味なし？何だったんだろうこいつ。またいるぞ。何の意味があるんだろうこれ。倒していいのかな。まあまあ一体だけならそんなに強いっていう感じでもないし、普通に倒しちゃうけど、でもなんか意味あるんだろうなこれ。全員倒さないと先に進めないみたいなね。ブンドルしてみよう。ほら、おお、ミスリル盗んでフレアって。お前、おお、避けられないじゃんあんな。超強い。あ、でもこいつもしかしてのけぞらない？のけぞる、物理ダメージ多い。あ、のけぞってくれる。さっきより戦いやすいぞ。ただフレアとかやってくるけどな。おお、撃退チョコモード。これまたなんか他の、またチョコボ。せっかくいろいろやってるのにね。いいけどさ、たびたび言うけどいいけどさ、頼むぞチョコボ。ダメージはすごいよね。で、今物理無効だからバシバシ攻撃しちゃっていいということ。いいねいいね、このままハム殺しちゃおうぜ。で、さらにここから召喚獣フェニックスが揃っていいんだぜ。あー、久しぶりのイフリート、いいね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 。しかもちゃんとレベル上がってくれて MP も上がる。 MP アップ、はい、いいね。なんか総力戦って感じがしていいね。あ、チョコボより弱い。まあレベルも低いというのはあるけど、チョコボより低いイフリートかな、恥ずかしくないのかこれは。いや、しかし勝てーな。でもボコボコ殴ってるだけで。またイヤリス来たしな。いいねいいねいいね。あー、でも1段階だと弱いか。あー、来た。いいよいいよ、どんどんレベルも上がって、ヤシの波動頑張って。おうよ。この無敵状態でさらにご両親。何うろちょろしてんだおめえ。また来たよ、ガンガン来るんじゃ。あ、エアリスの思い出、クスクスクス。あ、新しいやつだ。そんなに変化どうしたの。だっていきなり変わってるんだ。あ、髪型が変わったってことね。笑うんじゃないよ、前の髪の方がいいかな。そんなことない、似合ってる。そう、かっこいいよねこれね、ザクザ。そうだろ、いちゃつきよってからに。でもやっぱりまだ見慣れない。まあ確かに。いきなり変わったっていうのもあるのかな。まさかの連続エアリスが。連続で来るのさすがにちょっともったいないよね、無敵時間がね。ああ、オッケー。まあまあ。そっか、倒しちゃったけどね。さあ倒したよ、ちょい強めの敵。意味は絶対あると思うんだが。ケイ、あ、しかも金の腕輪だわ。 HP がかなり上がりそうだ。あ、まだある。これがラストっぽいな。でも多分あそこに行くには一回じゃちょっと調べてみようか。あ、宝箱もあるぞ。これはまた女神マテリアなんでね。サバスマテリア、ちょっと美味しそう。ケットスイ来たー。なるほど、そういうことか。揃わないんかい。揃ってよー、絶対揃う流れだったじゃん。まったく、しかしこいつ強えぞ。あー、もう画面端、梅原が近づいて、もう画面外で倒しちゃうよこれ。あ、 AP 消費なしってことはダッシュできまくるということ。あ、食らうのかこれ。いや、強いんだよな本当に。OKOKOK の、こんだけボコボコやってるのにもかかわらずだ、強いぜ。このセフィロスで決まってくれ、決めてくれ。お、来るよ。
セフィロスの思い出なあ。セフィロスファーストって大会、あ、これはもう見たやつだな。これはもう見たやつだった。カンセルがちょっといろいろ教えてくれるやつだ。最後のこいつで倒したいな。オッケーオッケー、これが出てきたのでかいよ。本気を出せ、本気を出せ。おー強い、いける。あ、後ろも取ってるんだきっと。よっしゃ、オッケー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 。カワチョコの腕は AP がまた上がるやつだ。これでいいのかな。これで、うん、これでラストだな。うん、全部倒せばきっと何かがあるはずだ。オッケー、カーボンバングル。銀の腕はより下だったような気がするな、カーボンバングルは。これで終わったぞ、全部倒した。あー、なるほど、やっぱり先に進むためにはこいつら倒す必要があったんだ。結構強かったよ。ここだな、呪縛の檻。あー、でもなんか行けなくない？閉まってるよね。鍵が必要なのか。ダメなのか。まあでもここは開くわ。さっきのなんか方向の牙だっけ？なんかあそこと似てるな。おっとっとっと。あー、かわちょこの腕は。ちょこちょこアクセサリーもあるけど。うわー、何？あ、ファニーボーンのアッシュ。ナイトメア、強そう。ぶんどってみようか。あ、ブリザが、待て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 。避けて避けて、ぶんどって、眉毛の札。女神のベースキー。なんだそれ。あ、鍵ってことか。女神の桜ルキー。あ、これ鍵じゃんか。こいつら倒して、これ鍵なんじゃないのこれ。女神のベースキー。おー、やった。そういうことか。で、ここは関係ない。じゃあやっぱ敵を倒して、でもこいつらもそういうことでしょ。ちょっと待てよ、ぶんどってみよう。ぶんどって、魔除けの札。ぶんどる強い。ぶんどるめっちゃ強いよ。ほら、これで AP 使わないでいいっていうのがもう破格すぎるわ。破格の待遇。 OK。でも鍵を落とさなかったな、特には。ああ、もうバンバン来る、バンバン来る。こっちに、うん、進んでいいんだな。やっぱそうだ、女神の桜ルキーを使って鍵を開くと。あ、出た出た、女神のスロートキー、これか。出て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 、そうか、我慢状態だから。おいおい、やっぱまあ敵もちょこちょこボンボン倒していきながらって感じ。それであそこが開くんだろ。お、あ、ムーバーじゃん、ムーバー。ムーバー、これ絶対稼げる敵じゃんこれ。やめて、でもちょっと分取ってみたら、分取ってみたら。ヒプノクラはいいの、なんかすごいアクセサリーに詰めちゃうじゃん。ただこれ強いぞ、ファイガもあんまり引かない。あ、なになになに、おー、びっくりした、びっくりした。デルタアタック、強い。デルタアタックがすごすぎてちょっと重くなっちゃった。止まっちまった。ただこれ逃げちゃったりする。あ、女神のソーラーキー、これか。ムーバーといえば AP もうガン稼ぎモンスターっていう印象が強いんですけど、今回特にそうでもないんだね。よし、でどんどん先進む。で、あれも開いてほしいな。ただあーのセーブポイントとかもあるんだよな。オッケー、来た、オッケー来た。女神のハートキー。あ、じゃあこれで、これなんじゃないの。あ、やったやった、これこれ。でもこれ正規ルートじゃないっぽいから、アイテムっぽいからね、だからこそいいんですけども。
決まった。オリジンフェイズ。お、クラウドの思い、クラウドとの思い出、この空見せてやりてえな。ザック、そろそろ出発だよ。ああ、これどの時なんだろう。どうかしたの？ああ、男の悩みだ。そっか、男の悩みか。だったらクラウドにも教えてやっていいじゃねえか。よし、行こう。よしよし、ここか。鍵が合わない。マジで。お、研究所の鍵1個ってことは、さっきのとこ開くのかな、それとももっと先のここかな。調べてみるだけ。見てみて、女神、あ、これは女神のスロートキーか。あ、方向の牙、あ、さっきのとこ戻ってきた。方向の牙だもんね。一周したってことか、ぐるっと。ただここにセーブポイントもある。いや、なんかボスっぽいな。ボス感がすげえ。いたもんね、ボスっぽいのね。よーし、ということで、ちょっと一回収録はね、ここら辺で終わりにしましょうか。2時間半撮ってるんで。またね、休憩したら撮りたいなと思います。いや、なんかもうラストダンジョン臭いよね。この長さ、明らかにラストダンっぽいっていうのはある。いや、また収録再開したらどんどん進めていきましょう。